ここ3ヶ月ほど、めんどくさかったり、めんどくさかったり、めんどくさい等の理由で、動画投稿をサボってしまい、チャンネル登録してくださっている皆様を、大変長らくお待たせしてしまったこと、期待を裏切る形になってしまったことを、深くお詫び申し上げたいと思います。本当に、すいませんでした！そんな暇夏が送る、年末年始の一大ビッグイベント。明日から5日間、高野豆腐連続投稿決定！現時点で編集済みの動画は、たった1本のみ。果たして、5日間連続投稿は達成できるのか？法政は今年も長野にビンタされてしまうのか？暇夏決死の投稿編、乞うご期待！